今日はまず、今日のねコーディネートから解説したいと思います。今日もこのオーベルジュのコートをやっぱこの間着てね、すごくやっぱかっこいいなと思って今日も着たいと思います。なんでこのコートから考えますね。コーデをコートをちょっとタートルネックで大人っぽく合わせたいなと思ったので、このオーラリーのねカシミヤのこのアザラシゴマ柄のねニットですね、こちらを合わせて、パンツはちょっと男らしくアルテリアのこのミリタリーのトラウザーをね合わせていきたいと思います。このコーデだったら足元はシャンボードでいこうかなと思います。じゃあ今日もね楽しんでファッション着ていきましょう。さあまだスタイリングしてないんですけど、今日はちょっとウェットな仕上げで、男らしい、ウェイビーな、ね、仕上げにしていきたいと思います。で今日はですね、時間今ね9時過ぎなんですけど、特に今日1日オフだったので予定はあんまりなかったんですけど、チックチックブーンっていうなんかミュージカルの映画が今ね上映してて、ネットフリックスでも見えるみたいなんですけど、それがかなりいいっていうのをね、ユーホ君に昨日聞いて、それを今日は見に行きたいと思ってます。それで今日はあとは明治神宮にねちょっと行きたいと思ってて、明治神宮ってなんかね好きなんですよね。明治神宮で参拝してちょっとこうエネルギーをチャージしに行きたいと思います。なので明治神宮に行ってチックチックブーンを見て、その後はどっかでちょっと本でもね見ようかなと思います。最近なかなか本を読めてなかったので、ちょっと積んでいる本があるのでね、そちらの方をね見ていきたいと思います。じゃあ今日もね全力投球で楽しんでまいりましょう。それでは行ってきます。ではね、本日今日はまずね今時刻が10時17分ぐらいですね。明治神宮ね皆さん行ったことありますかね。僕かなり好きで、まあ、なんか都内の中でもかなり自然を感じれるパワーのあるスポットだなと思っていて、たまになんかこうね神社に行って心を清めに行くっていうのもね大切かなと思ってます。いやーでも寒くなってきましたね。ニットにコートでちょうどいいぐらい。いやいやいや、もう冬ですね。もう今年もあと1ヶ月半で終わってしまいますので、いやもうあっという間ですね、1年が。まあ、毎日一日一日をね、充実させて楽しく生きていきたいと思います。喉が渇いたのでニューデイズで何か飲み物を買います。ビールはやめといて何を飲もうかな。
駅から直結してました。明治神宮です。明治神宮に到着です。おいしい自然が豊かですね。今ね、明治神宮のね、参拝の道を歩いてます。中で撮ってるとね、バチ当たっちゃいそうですが、いやでも空気がね、本当に気持ちいいですね。自然がかなりね、豊かで、吸う空気がね、気持ちいい。ジャンゴー、ね、明治神宮は原宿でやっぱ働いた時よく来ていて、まあ、年末のその12月の終わり、本当もう12月30日とかにもう終わり詣といった感じで、初詣ならぬ終わり詣っていう、まあ、1日無事にね過ごせてありがとうございましたといった挨拶をしによく来ていました。なので今日はね11月18なんですけど、ちょっと早いんですがね、終わり詣、まあ、もう1回ぐらい来れたら来たいんですけど、終わり詣行きたいと思います。終わりもう出てないやねって感じですけどね。はい、メイシャインで、こちら参道の途中に、有料なんですけどね、確か500円で清正の井戸っていう方に明治神宮御苑っていうのがあるんですけど、そこはねすごいパワースポットらしくて、前に何度か行ったことあるんで今日は行かないんですけど、行ったことない人はぜひね清正の井戸も行ってみてください。木がいいですね、生い茂ってます。やっぱりね、私名前に並木和樹とね、あの木が2つついてるんですけど、親がねラッパーだったっていうのはね、あの冗談なんですけど、やっぱりこう木を感じる場所っていうのがすごくね好きなんですよね。なんかこう木がねエネルギーをパワーをくれるような、多分属性で言うとね木属性かなと思ってます。不思議層的なね。はい、目に見えぬ神に向かいては地猿は人の心の誠になりけり。普通では目に見ることのできない神様に向かって少しも恥ずかしくないという清らかな正しい心境というものは誠の心で、それは私にとって最も尊いものであります。誠実であれということですね。新鮮な空気みなぎっていく。今日は結んでいます。さあ今参拝がね終わりました。明治神宮ね本当気持ちいいですね。やっぱりね、並木和樹だけあってね、木がね、好きです。で、原宿せっかく来てるので、僕がね、あのピザ好きなんですけど、原宿で一番うまいピザ、それをね、皆さんにシェアしたいと思います。
前のお店のねブリッジの近くにあるピッツァカバロス、ピッツァカバロスってお店がねおすすめなので、そこがやってたらいいんですけど、ちょっと向かいたいと思います。ピッツァ、お疲れです。たまたま今ちょうどナミさんのストーリー見て、いやすごいね、リング前にいるわと思って。後輩の元ブリッジの小川くんです。お疲れ様です。今日 Vlog 撮ってて、あ、Vlog、 いや元気、元気です、お久しぶりです。この間ケンタと飯行ったよ。まあ、なんか、ね、Vlog 載せてました、ね、載せた、はい、また飲み行こうよ、みんなで行きましょう、ぜひ行きたいですね。坂本さんも帰ってきてます。あ、ね、そうそう、はい、キーに来てくれたんで。あ、そうなんですね。僕も早く行きたいです。伸びたら行きます。いや、ぜひぜひいやいや、何してんの、担当？今ちょっとこれから買い出しに。買い出しか、はい、いや暑いね。暑いっすね。いや、いいっすね。で、神宮行ってきたんですか？いや、神宮行ってきた。やっぱ気持ちいいね。お参りっすか？お参り、森の中へ。森でね、癒されてきたよ。そうなんです。リングで来るんですよ。いいいところです。ここら辺でよくスナップを撮っておりました、ピザ屋へ向かいます。この麺チラシもいい感じです。うどん屋さんですね。おしゃれなストリートなうどん屋で、その奥に、あ、なんか新しいパン屋ができてます。グッドタウンドーナツのドーナツ屋さんが新しくできてる。そしてここがピッツァキャベロス。お腹いっぱいです。やっぱりピザはいいですね。昼のピザ最高です。で、今から渋谷のヒューマントラストシネマでやってるチックチックブーンというねミュージカルの映画を見ていきたいと思います。楽しみです。ここでもマリグランとかやってました。時間がちょっとあるのでチケットだけ取りたいと思います。あった、これです。チックチックパンパン、時間が1時間ほどあるのでちょっとどっかでお茶します。これも面白そう。
疲れ様です。ただいま帰りました。本日もね、Vlog の方を最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。今日先ほど見てきたチクチクブーンという映画なんですが、ジョナサン・ラーソンというね、脚本家の方の、伝記というね、それをミュージカルにしたものだったんですけど、代表作だとレントっていうね、映画にもなってるやつがあるんですけど、レントをまだ見たことがなかったので、ちょっとレントの方もね、見てみたいなって思えるような、その30歳っていう年を、まあ、境に、まあ、葛藤するジョナサン・ラーソン自身の、ね、話だったんですけれども、35歳で、ね、亡くなってしまっていて、まあ、かなり、ね、こう人生、短い人生を生きた方なんですけれども、とても、ね、素晴らしい曲、そして素晴らしい、ね、作品でございました。やっぱりなんかミュージカル映画っていうのはたまに見ると、ね、とてもいいですね。心にこう響くものがあるなっていうので、次見たいのがディア・エヴァン・ハンセンっていうミュージカル映画が、確かグレイテストショーマンなどの音楽を手掛けた方がやる映画が今度やるんですけどね、それも見たいなと思っています。いやでも休みの日はね、大体映画を見てしまいますね。もうすぐ近い映画だと、もうあれですね、スパイダーマン、スパイダーマンは1月来年かな、で今年だと12月にあるベノム、カーネージのねやつがね、もうとても見たいんですけどね、マーベル大好きですので、いろいろ見たい映画、マトリックスも新しい作品がやるので、ね、それもかなり気になっております。ということで今日のね一日はここまでということで、またすぐアップすると思うので、最近ちょっとまた Vlog 欲がかなり出てきていて、まあ、新しい感じにいろいろ編集もこだわってやってるんですけれども、また、見てくださる皆様がね、楽しんで毎日楽しく生きれるような、そんな Vlog を作っていけたらと思っています。はい、それではね、また次回の Vlog でもお会いしましょう。それではAudi! Will you just fall in and out of love? Will you just fall in and out of love? Oh, you just fall.